はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はオーバートレーニング、やりすぎは全てを台無しにするっていうお話をしていこうと思います。どうでしょう、皆さん、例えば根詰めて勉強をしたりとか仕事をしたりとか、あるいは筋トレみたいなトレーニングをやっている方、結構いるかと思うんですけれども、実はやればやるほど努力が実るかっていうと、そうではなくって、やりすぎてしまうと、もうなんか実力が身につくとか、体が変わるとか、筋肉が身につくっていうところか、逆に体を壊すだけなんだっていう事実がありますんで、そういったところですね、今日ご紹介できればというふうに思います。で、努力は全てを台無しにするっていうことなんですが、トレーニングの成果に関しては、筋トレはじめですね、体を動かすトレーニングで陥る罠っていうところなんですが、どんなものがあるかっていうと、成果が出始めるまでっていうのは、大抵3ヶ月以降、例えば勉強をし始めてテストで成績が取れるようになるのも、やっぱ3ヶ月くらいの訓練がいりますし、例えば腹筋割りたいとか、腕の筋肉で、凹凸つけたいってなっても、やっぱり3ヶ月くらいはどんだけ頑張ってもかかるわけなんですね。にもかかわらず、やっぱりちょっと1週間2週間ちょろちょろっとやったくらいで、なんか変わってる気がしないなとか、成績が出ないなっていう風に焦りを感じてしまって、始めたペースよりも回数やボリューム、勉強時間を増やしてしまうっていうケースがあるんですよね。で、それをやってしまうとトレーニングのメリットを消してしまうっていう事実が発覚したんですよ。それは後ほどまたご紹介するんですが、それでもなんでこんなやりすぎたらまずいっていうことが分かっててもやりすぎてしまうのかっていうと、やっぱり運動をしてしないと体重が増えてしまうとか、筋トレをしないとしぼんでしまうとか、勉強をやらないと成績が下がってしまうとかっていう、やらないことへの恐怖心を覚えてしまうからなんですね。なんとなく分かりますけどね、なんかやっぱ体とかね、勉強とかってやり続けないと、筋トレとかもなんかどんどん後退していく、下がっていってしまうっていう、印象があるんじゃないかなと思うんですけど、そもそも運動、例えば運動に話を絞っていくと、ダイエットへの影響っていうのはごくわずかなんですね。2週間くらい筋トレをサボっても筋肉量が減るって言ったことはないんですよ。で、勉強とかでも覚える科目とかに関しては、一旦覚えてしまったら、1ヶ月とか2ヶ月くらいだったらワーキングメモリーが働いて忘れなくなるっていうところなんですよね、ちゃんとした訓練を積めば。で、正しいトレーニングとは一体どんなものかっていうと、トレーニングっていうのは運動プラス休息、勉強だったら勉強プラス休息を取るっていうことなんですね。どちらかが欠けてしまったら効果激下がりするわけなんですよ。オーバートレーニングっていうのは、いわば家で例えるとブレーカーがダウンしている状態なんですね。どういうことかっていうと、電気って使いすぎると電気が落ち着く、ブレーカーが落ち着かなくなるじゃないですか。体も酷使しすぎてしまうと、もうプツンとスイッチが切れて動かなくなってしまうわけなんですね。で、この状態になると運動しても筋肉は増えなくなるし、精神状態も悪くなってやみやすくなってしまうし、で、運動とかだったら筋肉痛の期間も長引いてしまうことになるということなんですね。だからオーバートレーニング、いいことなしっていうことなんですよ。やりすぎるは良くないということです。で、今日はそのオーバートレーニングっていうのを やってしまうと体にどんなことが起こるのか、つまり危険信号ってやつですね。だから、この今から紹介する危険信号に自分が当てはまっているものがあるとすれば、普段その日常トレーニングやっている中で、これ以上やったらまずいな、休憩を取らなくちゃいけないなっていう、一つの、なんていうんですかね、判断基準にしてもらえたらいいかと。オーバートレーニングによる体に起こることに関してなんですが、大きく8つあります。こんな感じですね。で、1つはハイテンション、もめちゃくちゃやる気がマックス、取り組むけど気づいたらシュンってモチベーションがなくなっているっていう状態です。はい、一時的にテンションアップしたような気になるんですよ。筋トレとかもやり始めの頃、おっしゃ俺はやるぞ、私は鍛えるでいいってやるんですけど、疲れてアドレナリンが消えてしまうとモチベーションが落ちて、もう気持ちが落ち込むというところなんですよ。だから落ち込みが激しい場合はオーバートレーニングになっているということなので、慢性的なストレスを与え続けている状態になりますから、ホルモンバランスが乱れまくって体は鍛えられない、新しいことを覚えることができないと、もう内々尽くしになってしまいますから気をつけましょう。続いて不眠ですね。眠れないってことです。もう体は疲れているのに目はバッチリ覚めているっていうことありませんか？私最近あるんですけど、仕事がオーバートレーニングになってるのかもしれないですけどね、っていうような時っていうのは、もうすぐにそのやっていることを止めて寝る、あるいはあったかい飲み物でも飲んでリラックスをするっていうのをやってください。それから続いて3つ目に、メンタルの不調ですね。は、単純なことでイライラしてしまったりとか、気分がひどく落ち込んだり、うつ状態になったりと、メンタルの調子が、起伏が激しくなっているような時っていうのは、もう
オーバートレーニングやっている証拠になりますので即座やめましょう。それから安静時、通常普通に生活をしている中での心拍数の変動というところですね。これに関してはカロリーの消費量というのがオーバートレーニングすると上がっているんですね。でそうすると新陳代謝、その何もしないでもカロリーを消費する部分っていうのが無理やりアップしてしまうことになるので、そうなると心拍数が常にドッ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 と高い状態、速い状態になってしまいますから疲れが抜けきらない、つまり緊張状態が続いちゃうんで疲れが抜けきらないことになりますから、この場合もやめましょうということです。それから異常な筋肉痛ということで、筋肉痛っていうのは通常痛みを感じてから1日2日くらいその痛みっていうのが続きます。これが3日目以降に突入をしている場合はオーバートレーニングをしていることになるので、もう即座にトレーニングを中断して1週間くらいの休息を取りましょうと。体がもうなんか元気になったとか痛みが消えたっていう状態になるまで決してトレーニングに取り組まないようにしましょう。それから続いて6つ目に異常な喉の渇きということで、筋肉の分解が進むんですね、トレーニングをしていると、で筋トレって筋繊維をブッチブチに殺してそれが回復することによって筋肉がつくわけなんですよ。で分解が進むってことはそれだけ水分量っていうのが消費されていきますんで喉が常に渇いている状態になっちゃうと。それが続くようだったらトレーニングを控えて休息をとって水をきちっととってください。ちなみに体力じゃない体の水分量が 1-2% 下がるだけで体に対する負荷とかストレス量っていうのが半端ないことになりますんで、水は常に取るっていうのを心がけてください。水ですよ、水。で続いて7つ目に以前と同じトレーニングができないっていうことなんですが、例えば同じ重さ、5キロとか10キロのダンベルとか20キロとか60キロのバーベルで毎回トレーニングをしてましたと。ところがどんどん回数が落ちてきてしまっていると。普段10回やれるのになんか8回で限界が来るなとか5回で限度やわっていうような場合は、もう体力が消耗しきっているっていう証拠になりますので、トレーニングをやめてここも休息をしましょうということです。例えばマックス10回上げてもう1回10回やるぞっていうのはそのコンディションの問題があるんですけど、それは回復とはまた別の話でね、それが9回とか8回で限度が来ちゃうとかっていうのがあれば、それは10回行った日がたまたま調子良かったっていう判断でいいんですけど、そのどうしてずっと8回が続くとかずっと7回6回5回って下がり続けていくっていう場合は体力が消耗しきっていることになりますんで、そこは即座にやめましょうっていう話です。そして最後、風邪をひきやすくなった。これは病気がちになるってことですね。ストレスを感じ続けることになるので免疫力が落ちている状態になります。そうすると風邪をひきやすくなる状態になるんで気をつけましょうと。ボディービルダーって実は筋肉を絞るためにオーバートレーニングをやったりとか食事制限をガリッガリにやっている状態なんで病気がちです。だ風邪ひきやすかったりしますんで、ボディービルダーが風邪ひきやすいっていうのはこういった事情があるからっていうことなんですね。でまとめなんですが、トレーニングを少しでも多く積んで体を磨き上げたいとか、勉強をちょっとでも多くやってあいつと差をつけたい、テストでこんな点数取りたいっていう気持ちはすごくわかるんですけど、休息のバランスも取らないとトレーニングとか勉強するだけでは壊れる方が先に来てしまうんですね。勉強なんかでも詰め込みすぎるんじゃなくて、ある程度1時間とか2時間とか勉強したら15分20分の休憩を取って今勉強したことの思考整理をする時間っていうのをきちんと取らなくちゃいけなかったりするんですよ。でドラゴンボールの孫悟空なんかっていうのもトレーニングの後にはしっかり休憩を取る、寝るっていうのを繰り返した結果、やっぱり誰よりも強い挑戦士になることができましたんで、トレーニングするっていうことは非常に大事なんですが、焦らずにでも着実にこなしていって成長を目指していただけたらというところです。ということで、オーバートレーニングはこれだけ怖いことがありますせっていうことをご紹介していきました。適度にトレーニングをして体を磨き上げて、そして知識も磨き上げていきましょうということで、本日の動画は以上でございます。またお会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。